あ皆さん、こんにちは。えっと、地球生命コース入試の説明会にお越しいただきありがとうございます。私、エルシー、地球生命コースの入試担当をしております、源田と申します。本日はお休みの中、ありがとうございます。まず、最初にですね、えっと、まあ、注意事項というか、えっと、皆さんにちょっとお守りしていただきたいことがあります。まず、あの、こちらの方で、えっと、 レコーディングをさせていただいてます。で、えっと、一部、まあ、皆様のお顔が出ない形でですね、えっと、今回、説明会に参加されできなかった方に対して、まあ、YouTube とかで動画をアップロードしておする予定です。一方で、皆様の方でちょっと録画するのはちょっと控えていただければと思います。あとはですね、どのような方が参加されているのか、こちらでちょっと把握したいので、 えっと、学生、参加されている学生の方はニックネームではなくてですね、えー、ご自身のフルネームを、えー、に名前を変えていただければと思います。また、あの説明中はですね、マイクとカメラの方はオフにしていただいて、あ、えっとで長い時間、えっと、質疑応答タイムを設けていますので、その際にですね、えー、質問があるか はまあカメラオンにしてもいいですし、オフのまま質問していただいても構いません。また、チャットで随時質問その、Q&A の時にもチャットしていただければ幸いです。で、本日は全部で2時間ぐらいの、2時間の中に収まるような形でえっと説明をさせ説明会をやっていこうと思っています。で、前半部分は、えっと、前半部分が今1時間ちょいぐらい。 で、その中でまず所長の挨拶してもらって、地球生命コースの概要、それから実際に入ったときにどういう授業、どういうカリキュラムがあるのかっていう説明をえっとします。で、その後、えっとまあ、研究室のですね、どういう研究をしているのかっていうのを各先生方に、えっと、2分とか3分ずつぐらい説明していただきます。で、その後、まあ、具体的入試の えっと、システムといいますか、これは多分皆さん、えー、非常に気になっているところかと思うんですけども、その辺について説明をした後、まあ残り時間ですね、15分とか20分ぐらいかけて、皆様の、えっと、疑問に対して答えていこうと思っています。で、一応、えー、このあとですね、えー、セッション2として30分ぐらい、ブレイクアウトルームを使って、各、ま、区、あ、各、 教員の方々の部屋に行ってもらって個別相談をしていただくということになっています。ということで、2時間ぐらいの説明会ですが、よろしくお願いします。ということで、えっと最初に、まず所長の関根さんからご挨拶をさせていただきます。あはい、えー、と皆さん、こんにちは。えー、地球 東高大のです、ね、地球生命研究所の、えー、所長をしています、関根と言います、えーと。簡単に我々の研究所をですね、皆さんに紹介したいと思います。えー、と我々の研究所はです、ね、あの歴史としてはそんなに長いわけではなくて、10年ぐらいの歴史でして、でその10年の一番最初の段階ではです、ね、文部科学省の、まあ、肝入りで、えー、世界トップレベルの研究拠点をする。 その、まあ、研究拠点としてですね、選ばれて、で、それ以降、まあ、ここに書いてあるようにですね、世界から目に見える、えー、世界、えー、一線のですね、研究者が、まあ、集まってくる研究所として、えー、設立して、まあ、今日まで至っていますで。ここに書いてあるようにですね、まあ、全国のいろんな大学に、えー、10を超えるような、まあ、この拠点があるわけなんですけれど、えー、地球科学、惑星科学、そしてですね、生物学、 生物科学というところがまあ中心になっている拠点。でかつです、ねえー、我々としてはこの地球と生命の起源という,と,いうところをまあ一番の目標にしているわけですけれど、えー、そういう拠点はです、ねまあ、全国の中でもまあ我々だけです。で全国どころかです、ね、この生命の起源というところを中心に置いている、えー、研究所、それをです、ね、ミッションのゴールに置いている研究所というのは世界的にもまあ我々だけで非常にあのユニークな研究所になっています。 でここに書いてあるように、ですね我々の、まあ、ミッションとしては、地球の起源、生命の起源というものを明らかにすると、でそのためには、ですねまあ,あの融合研究と書いてありますが、まあ、天文物理から、えー、地球科学、そして化学、生物学に至るまで、ですねこれらを融合する必要があるということで、まあ、我々はこの分野の <laughs> 垣根を設けずに、えー、この 地球生命コースの中でも、まあ、地球科学、天文学から生物学までを一気に学べるようなコースを作り上げました。でこういう中で,です、ね、地球と生命はいつどう生まれどう進化してきたのか宇宙に地球以外に生命っていうのはいるのかどうかで我々のこの住んでる地球や、ね、人類の未来はどうなるのかといったことに、まあ、答えていくということです。 で前述べたように、すね、我々はその世界に見える研究拠点ということで、大体まあ30%から40%がまあ日本人でない研究者がまあいます、なので基本的には研究所の中の公、ね、用は英語、研究所の中のセミナーも全部英語ということになりますので、まあ、最初は大変かもしれませんが、英語に関しては非常に鍛えられるんじゃないかなと思っています。 まあここに書いてあるようなですね、惑星や星の成り立ち、起源、地球の起源から初期の地球や現在の地球に至るまでのこの環境の変化と、そこで起きる生命の発生、そして進化というのが我々のターゲットになっています。で、この我々地球生命研究所はですね、e l s というふうに呼ばれていて、で研究所内でですね、えー、の中の研究に閉じずに、まあ、NASA や ESA、えー e さあるいはここに書いてあるような、ですねいろんな国内外の研究機関との研究のハブになって、こういった宇宙探査とですね生物学、化学みたいなものをつなぎながら、宇宙における生命、地球生命の起源ということを追い求めています。 で皆さんにはですね、まあ、ぜひこういう、まあ、環境に、まあ、触れていただいて、まあ、最大限ですね、自分の研究と興味の幅を広げて、えー、1個の分野に閉じない、まあ、研究、教育を、まあ、受けてもらいたいなというふうに思っています。えー、以上です。はい、ありがとうございました。えっと、では、引き続き、えー、中村さんのほうからコース概要説明と、その後のカリキュラム、連続であのよろしくお願いします。 はい、こんにちは。聞こえてますでしょうか。大丈夫ですか。か大丈夫です。地球生命コースの今日の担当者中村です。えっ、ー、とですね、じゃ、あまず初めにコースの全体概要について説明いたします。コースの全体概要ですけれども、先ほど所長からありましたように、この地球生命コースです、ね。では、えっ、ー、と、地球の起源、また生命の起源というような根源的な問いに。 挑むこととができきる学生さんをこう育ててていきたいといいたうふうに思っています,すなわち、まあ、自然科学の根源的な問いを明らかにする人材やさらにまあ環境や気候や水や資源など今まあ地球規模での喫緊な課題がありますけれどもそういう複合課題に挑戦できるまさにまあ現代社会がです、ね、長期的に望んでいるような人材を育て上げたいということが理念になります。 でこの理念のもと、このコースはですね、大きくまあ5つの特徴があります。では、その1つ,ずつについて説明していきます。まず、このコースの特徴の1つ目は、修士課程と博士課程がですね、一貫のまあ教育研究プログラムになるという点にあります。で修士課程の1年度から博士課程終了の間において、まあ、自立して生活できる程度の 教育研究支援金をです、ね、給与として支給いたしますで。最大で5年間の支給になりまして、月額は17万円程度となります。でさらに、日本だけではなくて、海外からも優秀な学生さんをリクールとします。で、まあ、修士と博士一貫のプログラムということなので、まあ、短期的な視野にとらわれず、まあ、非常にまあ長期的な視野で挑戦的な研究に挑むことができるということが特徴です。 2つ目の特徴に移ります。2つ目の特徴は、地球惑星科学、生物学、あと化学にまたがる学際的な研究が行えるということです。で地球や生命の起源、さらには地球外生命に関するような根源的な科学の問いに迫るときには、1つの学問では到底太刀打ちできません。ですので、まあ、こちらに一例を示していますけれども、さまざまな分野の専門家が、えー、地球生命構成にありますので、 このいろんな専門家と共同しながらですね、科学のすべての分野を総動員しながら、統合的に研究を進めていくというのも大きな特徴となっています。3つ目にいきます。これは先ほど所長から説明があったことを重複しますけれども、子宮生命構成は世界トップレベルの研究環境を学生さんに提供することができます。 先ほどありましたように世界トップレベル研究拠点プログラムによって地球生命研究所はできたわけですけれどもそこで、まあ、これまで確立してきた学際的そして国際的な環境で学生さんは日々学ぶことができます。当然、まあ、最先端の研究設備を利用できるということはそうなんですけれどもそれだけではなくて惑星地球惑星科学生物学 化学を牽引する教員と、ですね、これは非常に大事ですけれども、個別というよりは、一つのチームとなって、相互にみんなで意見交換などしながら、まあ、大きな課題に挑むということになります。で、このような研究所がですね、大岡山キャンパスの石川大地区にあるということになります。で、4つ目の特徴は、国際的な研究環境での人材育成になります。 でメンバーは日本人と外国人がおよそ半数、半数ぐらいだとなっております。で、書内の公用語は英語。で、すべての講義は英語になりますし、就労発表、または博士論文発表も当然英語になります。で、外国人教員からの講義もあります。ですので、まあ、国内にいながら、まあ、国際的な環境をですね、日々体験することができるという特徴があります。で、まあ、言うまでもないと思いますけれども、 まあ現在企業やアカデミアにかかわらず、英語でのコミュニケーション能力が非常に求められてきています。ですので、将来、ですね海外、国内にかかわらず、研究に関わる仕事を目指している方には最高な環境というと思います。で、最後に1つ目の特徴ですけれども、企業との連携による社会的課題の提案、解決能力の育成になります。 生命の起源や地球の起源、さらには地球外生命の探求という、本当に基礎科学の探求と同時にですね、環境、気候、水、資源等の地球規模での課題を解決できる現代社会が求めている人材を育成する。そのためにですね、収支過程の初年度から、環境やエネルギー、そして宇宙ビジネス等に関わる企業の方と連携して、演習やインターンを通してですね、 あの課題の設定の仕方やその解決の方法を学んでいきます。これを修士の1年生から行います。で、さらに、こういう講義を設けることによって、皆さんが博士号を取得した後のですね、キャリアパスに多様性を生み出せるんじゃないかというふうに考えています。で、以上がコースの特徴5つになります。それでは、カリキュラムの説明に移ります。 地球生命コースの教員がこちらにいます。こちらの写真に示したとおりになりますで。地球生命コースは、ですね地球惑星科学系と生命理工学系と、あと応用科学系にまたがる複合系コースになります。ですので、こちらにいる教員は、ですね地球生命コースを主担当としながら、例えば地球惑星科学系、または生命理工学系、応用科学系の教員も担当しています。ですので、 あの地球生命コースの学生さんはですね、それぞれの分野のです、ね、授業も取れますし、幅広く学ぶことができるというのが特徴になります。で修士課程ではどういうことを期待されるかといいますと、当然皆さん、あの地球惑星科学、まあ、生物学、科学のそれぞれの専門を学んでいただきます。学ぶだけででなくて、まあ、これまで あのこの分野ごとに分断されている、まあ、知識とかあるんですけどもそういう分野ごとに分断されたものをですね異なる空間異なる時間スケールを融合して理解できる力俯瞰的に見る力を養っていただきますそれとてあとは地球規模まあ、生命期限などに関する複合問題非常に難しいですけどもこういうのに取り組むことができる力を身につけてもらいます で3つ目として、まあ、あと国際的にリーダーシップを発揮するためのコミュニケーション能力を養う講義も設けております。非常に簡単ですけれども、どういうコースが特徴としてあるかという点について説明いたします。で科学、生物、地球惑星、皆さんの専門分野にかかわらず、すべて受けていただくことになります。例えば、科学の授業も受けますし、生物の授業も受けると。で地球惑星の授業も 修士の1年2年を通ししててて専門科目として受けていただきますこれによって自分の専門以外の分野に関しても知識を深めることができるというカリキュラムになっています。あとはこの地球,惑星あ地球生命科学コース以外のです、ね、コースからも、えー、と授業を取ることができます。あと特徴的な講義としてはこちらに2つありまして、1つ目はき、 先ほど述べましたけれども、企業からですね、講師の先生をお呼びして、様またまなこう課題設定の仕方、また解決の仕方、またディスカッションの仕方を学ぶというですね、いう授業があります。もう一つ目は、外国人講師によるあの専門科目になりまして、グローバルな視点から科学者として、えっとまあ、一般の方とのコミュニケーションをするためのスキルを磨くとか、 あとは学会を主催するイベントを主催するときに必要となる基本的な知識、あとは基礎学力をですね学んでいただくという講義があります。で、最後ですけども、博士課程においては、当然ですけども、修士で学んだことを基礎としながら、世界最高レベルの研究を実施して、まあ、科学のフロンティアをですね自ら開拓できるような力を養ってもらいます。そして、まあ、グローバルに活躍するために必要なリーダーシップも学んでいただくということになります。 でこれがですね、あの私からの説明となります。はい、ありがとうございました。えー、っと、引き続き、えー、っと、次はですね、3番までやりましたので、4番の各研究室の活動内容なんですが、えー、っと、1点だけちょっと修正訂正させていただきますと、えー、っと、各と、 PI ですね主任研究者、あの中村先生の方から8名って話があったんですけど、もう1名、実はあの24年度から学生を募集がありまして、えっと、大河内美奈先生が1名加わっています。で、で9名のですね PI、主任研究者と、えっと、5名の API、アソシエイト PI、手順、主任研究者が今回、えっと、このオリエンテーションに参加しています。 で、えっと、PI のみですね、えっと、正式、まあ、書類上はですね、えっと、指導教員とすることができるんですが、まあ、非常に生命の起源とかいう話は、ですね非常にあの分野が広いというか、学際的な研究なので、一つのまあ研究室にこもるのではなくて、いろんな方と共同研究をしていくことを推奨していまして。 でえっと、この,あの地球生命研究所にはです、ね、優秀な、まあ、準主任研究者の方々が5名いらっしゃいますので、正式には指導教員にはなれないんですが、まあ、こういった非常に優秀な、えっと、若手の準主任研究者の方々と多、まあ、いにです、ね、共同研究していただければということで、今回この説明会にもあの参加していただきましたということになっていますで。ここから 1>, えっと1名ずつですね、主任研究者と、まあ、準主任研究者、まあ、2、3分ぐらいでそれぞれどんな研究をしているのかっていう話をしていただこうと思います。トップバッターは関根さんからい,いきますかね。で、その後、私、ジョンって感じでやっていこうと思います。はい、わ <laughs> かりました。えっ、ー、と、それじゃあ、えー、関根がお話します。<laughs> えと私の研究室ではですね、あのまあ、主に,この宇,宙には生宇宙には生命を育むような星はあるのかというような疑問に、まあ、挑戦するような研究を、まあ、しています。えー、と地球のお隣の火星ではですね、ここにある,あるような川の跡やですねあの湖の上の、まあ、泥の堆積物みたいなものが見つかっていて、まあ、現在でもですね、 あの探査車、車が走り回って、昔の湖だった泥を、まあ、採取して、その中の有機物や当時の環境を復元するという、まあ、そういった探査がき、まあ、今日もです、ね、行われています。で、太陽系の外に目を移すとです、ねえー、氷でできた天体、氷衛星たちが存在していますで。こういった天体は氷が表面で覆われているんですが、その内部はです、ね、あの地熱で温まって、大きな海があるというふうに、まあ、知られています。 で探査機はその内部の海から噴き出す海水をですね、えー、その場でまあ採取して、えー、現実のですね、地球外の海水の化学組成を明らかにしてでその海の中がですね、生命にとってまあ適した環境であるのかというようなことが、えー、日夜調べられています。我々の研究室はですね、こういった探査のデータとまあ探査 チームとです、ね、協力して室内実験や数値モデルを行って、えー、これらの天体の内部の化学反応や、えー、生命の生存可能性というところを明らかにしています。例えば、これはです、ね、先ほど海から吹き出される、えー、ところの,あの実験ですとか、あるいは数値シュミュレーションや、うん、気候モデルみたいなものも使っていますし、あるいは有機合成みたいなものも、えー、合成生物学の研究室と一緒に行っています。 あるいは地球上でもです、ね、似たような環境というのが、えー、いろんな砂漠の地域やです、ね、これはマイナス30度のような局、えー、域なんかにありまして、でこういうところの、まあ、調査というのも、えー、行っています。 えーと探査から実験、まあ、そしてモデルから調査といった形で,です、ね、まあ、手法的にはあのその学生さんのです、ねえー、やりたい手法を中心に、あの適した手法を中心に、えー、自分のオリジナルの研究をやると、特に私の研究室ではです、ね、その惑星×生命というところを、えーまあ、主にです、ね、大きな売りにしています。 例えば火星と生命探査であるとか、先ほどお見せしたような氷天体と、あとはどういう生命がありうるのかみたいなようなことを、惑星もたくさんあるし、生命のテーマもたくさんあるので、この両方の掛け算を考えると、ですね可能性としては大きく無限大であると、皆さんもぜひこういうところに飛び込んでもらえたらというふうに思っています。以上ですはいいありがとうございます。 えっと、次は私ですね、源田、えっと、研究室の紹介をさせていただきます。源、え、田、っといいます、この右上の、えっと、ようなおじさんがしゃべっています。私の興味はですね、太陽系の中の天体、まあ、いろんな種類の天体があるんですけども、まあ、惑星もそうですし、衛星もそうですし、でそういった天体、さまざ、あ、まな特徴があ,あります。 その特徴がいかにして作られたのかっていうのを知りたくて、えっと、ずっと研究をしております。例えばですね、我々の住んでいる地球には海があって、すぐお隣の同じような大きさの金星には海がなくてですね、到底生物が誕生することが難しい環境なんですけど、その違いがどうやって生まれたのかとかですね、あと地球には大きなお月さんが1個あるんですけれど。 えっと、火星にはですね、大月さんがちっちゃいのが2個あったりとか、結構バラバラなんですね。でそういう特徴が、えっと、どうやってできたのかっていうのをですね、えっと、知りたくて、えっと、研究をしてます。なので、えっと、思いつく疑問っていうのは非常に小学生がですね思いつくような疑問を大人になってもやってるということです。でこういった個々のですね天体の特徴を明らかにすることによって、まあ、我々が住んでいる地球のですね、 普遍性とか特殊性を理解して、まあ、最終的にはですね、なぜこの地球上に生命,を生命が誕生して進化したのかっていうのを解明したいと思っています。まあ、つまりですね、えっと、こういう研究を通じてですね、生命誕生、進化に必要な条件というのはどういうものだったのか、でその条件というのがどういう場合に成立するのかっていうのを解明、えっと、しようとしておりますで。私の研究室では主にですね、えっとえっと、数値計算。 コンピュータシミュレーションを主に使って、えっと、研究をしています。私はあの数値実験と呼んでいるんですけどもあの、まあ、実験できるものは実験あのし,した方がいいと基本的には思っているんですが、なかなか実験するのが難しい場合とかがあります。でそういう場合、あのえっと、こういったあのコンピュータシミュレーションが非常に強力なえツールになるので、そういうのを使って研究しています。まあ 物理法則、化学法則を使ってですね、コンピューターの中で数値実験をすると。そうすると何かしら答えが出てきたりするんですけれど、その答えが本当に正しいかどうかというのはですね、観測だったり、えっと、別の実験だったり、あとは、えっと、探査ですね。そういったデータが非常に重要になってきます。でここ、まあ、7年ぐらいですね、えっと、主に日本が主導する探査ですね、早くさ2とか。その後の 探査計画ですね、火星衛星サンプルリターン MMX とかにどっぷりと足をあの入れていて、まあ、そういった共同研究とか、えっと、ワクスあの惑星探査のです、ね、立案とかそういうところにも関わって研究しています。YouTube でゲンダーとかって検索するとなんかちょっと怪しげなです、ねえー、ムビーとかあるので、えっと、時間があったら見てくださいということで、えっと、現在 学生性絶賛募集中ということなので興味がある方はえっと私にコンタクトのしていただければいろいろと楽しい話ができるんじゃないかなと思っています以上ですありがとうございます OK 次はジョン Are you ready to make、uh, some presentation? Hello it's me <S Yes Oh you are outside Yes, okay. Yeah, I don't have my normal laptop, so I can't give a presentation, but mm -hmm. I'll just uh, talk for a minute. Um, my name is John Hermland, I study a field called uh, geodynamics, and uh, geodynamics is interested in understanding the driving forces that control the evolution of a planet. Okay, so the from the from the force point of view of course there's fields that are concerned with data and observations and measurement um, what geodynamics is interested in is explaining what the forces are and how the forces work to shape the planet and to produce that data and um, so we we're a complementary to uh, observational disciplines the uh, tools we use are mathematical and numerical modeling and uh, in my work i'm particularly interested in the connection between the planet's composition and its uh, evolution and dynamics and particular how the composition affects the dynamics and how the dynamics affects the composition and uh, there's a very large scale feedbacks between all of these systems and uh, the composition of a planet of course is very important for uh Everything else we study, including the, the surface environment and 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 the possibility for life. So if you're interested in learning more, I would um, encourage you to visit my webpage, which is uh, linked on the uh, the website, the LC website. So thank you. If you have any questions, you can ask me later. Thank you, John. thank you. OK. n e あ t 藤島さんなんですけれども、藤島さん、ちょっと今日あの、やんごとなき用事がありまして、えっと、ムービーを作成していただいたムービーを預かっていますので、そちらをちょっとあの流そうと思います。これかなムービー画面見えてますかはい、じゃあ3分ぐらい流します。 皆さん、こんにちは。l ルシーの PI の藤島です。私の研究室では、生命の機能性分子がどこから来たのかということに興味を持って研究を行っています。ご存知の通り、地球上の生命というのは、DNA だったり RNA と呼ばれる核酸からなる高分子、そしてタンパク質と呼ばれるアミノ酸からなる高分子を利用して遺伝情報の格納であったり、あるいは 生体内の様々な化学反応を触媒しています。これらの高分子が地球以外の天体でも生じうるのかどうかという問題は生命の起源と密接に関わっており、私の興味の中心となっています。そこで私の研究室では合成生物学的な手法を利用して、過去の地球あるいは地球外であり得た高分子を実際に作ってその機能を調べています。 具体的には、メッセンジャー RNA ディスプレイ法というものを用いて、こちらは RNA とその RNA にコードされているタンパク質を物理的にリンクしたものなんですけれども、こういったものを作成することによって、一度に10の12乗種類のタンパク質配列というものを合成し、その中から特定の機能を持つものを選抜することが可能となります。 我々は特に RNA に結合する資源的なタンパク質配列に興味を持っており、実際にそのような配列の取得に成功しています。また同時に、こちらに示すような化学進化実験というものも行っています。こちらは機械と耐圧リアクターを使って、深海での温度サイクルによる化学反応を模擬しています。ここでは 特に拡酸の合成に注目して、拡酸の全球体がリン酸化されるような反応が深海環境で進むのかどうかといったことを試験しています。これらの実験によって得られた有機化合物は、ヘルシにある様々な分析装置を駆使して分析されています。高分子の起源,の起源と深海に迫るような新しいデータを日々取得していますので、 こういった分析に興味がある方もぜひご連絡ください。私たちの研究グループは、こちらの写真にありますように、国内外の学生さん、そしてスタッフに支えられています。また同時に、海外の共同研究者も多数おりますので、非常にインターナショナルで、まあ、垣根を、まあ、文化的な、あるいは国の垣根を超えた 研究がを展開しています。興味がある方は、左下の、えー、URL にアクセスください。また、u シー .lc.jp までご連絡ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。えっと、次は、リ平さん、よろしくお願いしてもいいですか。 はい、見えてます。マイクが大きさはい、大丈夫です。はい、皆さんこんにちは。改めまして、あの地球生命研究所の中村隆平です。え、私の方の興味はまあ、生命の起源にはもちろんあるんですけども、生命の起源にどうやって迫るかという時にまあ、エネルギーの流れを見ながら、この類似点を探していこうというような研究をしています。と言いますのは。 皆さんの体の中には当然、細胞がありまして、細胞の膜で区切られたところでさまざまなエネルギー変換が起こっていますね。で例えば、電子が動いたり、まあ、イオンが動いたり、またそれが化学反応とこう連動することによって細胞としてまあ生きていくわけですで。これは生命がどれだけ進化しても基本的には同じ仕組みを使っているというふうに言われています。 膜を介した電子とイオンの輸送サーキットであるるとという,ふうに見ることもでできますではこういうような生命が普遍的に持っているエネルギー変換システムがどうやってできたんだろうということを考えています。1つの環境としては熱水不出口がありますけれどもこういう完全に無機物から出てるできている環境においても同様なことが起こっているんじゃないかとかすなわちこの左側の図と無機物と。 環環境境と生命環境にどこに類似点があるのかということを、電子の流れやイオンの流れを見ることによって、その類似点を探していこうと。そうすることによって、生命がどうやって無機物から生まれたのかということに挑戦しているというのが、私たちの研究室になります。はいまあ、繰り返しになりますけれども、まあ、生命の機能というのが無機物、まあ、鉱物とかですね、どのぐらい備わっているのか。でそれを えっと明らかにしていくために、例えば我々の研究室では実際に鉱物をですねいろんな環境から採取してきまして、それを物理科学的な観点や構造科学的な観点、またはケミストリーの観点からどんどんこう解析をしていきます。そうしますと、見た目も全然違う生物と鉱物なんですけども、そこには類似点があるということが見えてくるとか、あとはまあそういうのを踏まえた上で、じゃあ実際に こういうエネルギー変換が職場反応を駆動して生物を作るに必要な生態分子が生まれてくるのかどうかということを実験室でこう調べていくというような、まあ、ケミストリーを中心とした研究も進めております。まあ、このような無機物と生命の違いと類似点に興味のある方は是非、ね、私にコンタクトいただければと思います。はい、以上です Ready? Yeah, sure. Okay. Okay, great. Hello, everybody. My name is Sean, and I'm one of the LCPIs. And my research group is interested in three main questions that we're pursuing here at the Institute How did life begin? What is the history of life on Earth? And what are the limits of life today? So, these are three really big questions, and we use a variety of research uh, tools and techniques and approaches to try to answer these questions. So, for example, we conduct field research. Um, here we are in Iceland going to a hydrothermal vent to investigate microbiology. We go into the laboratory and we conduct prebiotic chemistry experiments or protein biochemistry experiments. We also conduct theory, where we're interested in the evolution of protein families and taxonomic lineages, and also the evolution of metabolism. And uh, in the last few years, we've also opened up an area of research uh, focused on industry collaboration, where we're um, merging genetic engineering and artificial intelligence to improve mi microbial growth characteristics currently my laboratory has uh, three postdocs and one guest researcher uh, one phd student four master students and uh, one undergraduate student and uh, like many of the laboratories at the institute we're collaborating um, with a number of groups here in japan and also um, across the world and i've just listed a few of the locations where we have collaborations at the bottom of the slide so, uh, today, you know, the goal of today is really to discuss together, and so you can find out about the labs that are at ELSI. And uh, I encourage you to visit everybody you want to in the breakout session and uh, think about your graduate career. It's the time when you can start putting a lot of energy into um, creating knowledge and emitting knowledge. So, I'd like to talk to you about what you want to discover what uh, papers you think are the most interesting that you've read, et cetera, et cetera. So thank you for joining today and um, please feel free to drop by um, in the breakout rooms later or um, send an email as well. Thank you very much. Thank you, Sean. Hi, eh, to... EIの, eh, to... ラボ紹介終わりました。えっと、もう一人、井田先生って方がいらっしゃるんですけれども、あと2年か3年ぐらいで体感されるということで、えっと、地球生命コースからの学生を受け付けてませんということが一個注意点と、あと、あともう一人ですね、大河内先生。あ今回、不在なんですけれども、大河内先生の方からも、えっと、学生を取ることはできますということで。で、ここから、えっと、API の準主任研究者田さん、も忘れまれ、はい、<あ>忘れ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  全然いいですけど <laughs> 松浦先生もう一人いらっしゃいません。で松浦先生の発表の後、API の人の発表で順番はここに書いてある感じで、ナサニエル、ヤメイさん、寺坂さん、ロニーロンゴって形で進めます。松浦先生、すいません。いい。<laughs> あれどうぞ。<laughs> すいません。<laughs> やりにくいです、ね。すみません。全 <laughs> い,いいですけど。すみません。セルサらってた松浦、まあ、です。はい。<laughs> あのえー、っと、ありがとうございます。あの、我々の研究室では、あのえっと、ボトムアップシンセティックバイオロジーって、日本語で言うと、まあ、構成生物学って言ってますけど、まあ、生命システムを部品から実験室で作ることで、生命の成り立ちを理解するっていうことを目指して実験をやっています。今、こんなメンバーであの楽しくやっているところです。あれ はいでえっと、そもそも何でこんなことをやってるかっていうのをちょっと背景説明したいんですけど、まあ、今の細胞がまあこうやったとても複雑な構造をしているっていうことは皆さん知ってると思うんですけど、まあ、いきなり最初からこんなわけはなくて。 でまあ、あの非常に単純な分子から、まあ、いろんな化学進化、生命進化、分子進化、まあ、他の先生がおっしゃったようないろんな進化を経て、まあ、現在の細胞になったというふうに、えっと、考えられています。でえっと、もしです、ね、このの生命の、えっと 進化の過程っていうのを実験室で再現することができたら、まあ、それはまあ生命誕生の可能な三つ星の一つになるっていうふうにえっと考えられています。で、このまあ大きな流れの中で、えっと、我々の研究室では特にえっと生体分子なり、まあ、もう少し大きなマクロモレキュールですね。 を集めて、まあ、原子細胞、まあ、人工細胞を作ろうと、生きている細胞を作ろうじゃないかということを目指して実験をやっています。でもう少し具体的に、えっと、やっていることを言うと、まあ、主に生体分子、あるいは有機分子もいろいろ使っているんですけれども、えっと細胞まあ、現在の細胞を構成しているような部品を元に、えー、今、人工細胞というのを作っています。でえっと、これ、どういったものを言っているかというと、 えっとまず一つ価格があるっていうこと、それから、まあ、転写翻訳っていう、まあ、セントラルドグマを有しています。で、ただ、まだ今のところ、うん、と自律的に複製するっていうようなシステムを作るというところまでは到達できていません。で、こういった研究をすることで、まあ、何が面白いと思っているかっていうと、まずなんか部品から生きている細胞を作れたら、純粋にすごいじゃないかと。 思うわけで、えー、もう本当に純粋に本当にすごいと思うんですけど、ほんとこういったことができたらいいなと思っています。で、またあのその過程でですね。 あの作るっていう過程でどういったことが生命の起源生命が生まれる過程で起こったのかだろうかっていうことに迫れると思っていますしまた生命システムの普遍的な性質の理解にもつながると思っていますでさらに、まあ、先ほどえさいろんな先生から話があったんですけどいろんな分野の融合研究が必要になるので、まあ、新しい技術開発というものにもつながるというふうに考えていますで、えー、こういった 1で一つあの例をあの言いますけれども、今、具体的にはこういったまあリポソームっていう脂質二重膜の中で、膜タンパク質を人工的に合成するっていう分子システムをこれ作っています。で、これ顕微鏡写真、こんな風なもの載ってるんですけど、例えば膜タンパク質の質 機能に依存して進化するような人工細胞を作ったり、あるいは、まあ、通信可能な多細胞化した人工細胞を作ったりしています。でこういったふうに、まあ、いろいろな部品を組み合わせて、なんか面白いものを作って、えっと、いろいろ分かっていこうよということなので、まあ、ぜひ、えっと、我々と一緒に大いにです、ね、空想を膨らまして、まあ、面白いものを作りませんかと。 いうこ,とでこういった研究に興味があることは、ぜひあの声をかけていただければと思います。はい、以上になります。入試委員,委員長失格ということで、何人かの方がやってくれるということで。<laughs> はい、では <laughs> API の方々の紹介になります。4番、ナサニエル。Are you ready to say something? Sure. Okay. Sure. Yeah. Uh, let me share my screen. Uh, so yeah. So my name is uh, Nathaniel Virgo. Um, I'm an API here at at LC. um My main research is on on kind of um mostly sort of theoretical issues in the origin of life. I try to get at the really fundamental questions, um, such as uh, how how do chemical networks self-organize into, into more complex forms. So I'm really interested in um, the the kind of basic step of how you go from a planet that only has chemistry, albeit very interesting, very active chemistry, to a planet that has life, something that kind of kind of builds itself. Um, and kind of on the same on the same sort of theme, I'm interested in the the evolution of evolvability. So inside the cell, we find all sorts of complicated machines, uh, including the ones that are responsible for copying DNA. Um, and it's very interesting to think about how those machines, um, where those machines came from, because well, they obviously evolved, but then you need this kind of machinery. In order for evolution to take place, so there must be some kind of feedback loop that that, that allows evolution to become more and more sophisticated. Um, universal properties of life in the universe. Also, what does it mean to be an agent? What does it mean uh, for something to be trying to? Uh, what does it mean? Sorry, for something to be trying to do something. That's like the big difference between the living and non-living world. Um, so, and I also have do work on applications of of these ideas to machine learning and AI. Uh, so, the main tools and techniques that I use to investigate these questions are the first one is artificial life, which uh, which means kind of doing computer simulations that are designed not to simulate a specific system, but to explore questions like emergence. I mean, so we simulate evolution and chemistry and physics. Also, a lot of mathematical topics which are listed on the screen. Uh, so if you're interested in either of those topics, either kind of maths, theoretical ecology, or artificial life, then then do talk to me. And I think that's my time finished. Thank you, Nathaniel. Next, the Amazon. I can you see the slide. Uh, yes. Yes. Uh. Uh, hello everyone. Uh, let me start the display. so hello everyone. this is yamei. Uh, i become an api since this april and here are my research interests. so regarding origins of life, uh, we want to understand how were life-speeding blocks generated and distributed in our solar system. and specifically for this, for answering this question, we have been focusing on, the, on studying the role of minerals in facilitating the synthesis of life-speeding blocks and finally we also have been applying a relatively new mechanism that is the electrochemistry into different uh, geochemical and cosmochemical environments to try to understand what are the reaction mechanisms that have uh, directed the chemical evolution of solar system bodies Specifically we have been studying the uh, mineral catalyzed uh, prebiotic synthesis in the deep sea hydrothermal vent system and we have found that some transition metal containing minerals uh, can actively uh, synthesize life speeding blocks and we also have interest to understand what is there any evolutionary linkage between the geocatalyst catalyst and the biocatalyst because they always they tend to share the similar uh, chemical structures and also, I think some of you may know that actually uh, life speeding blocks are widely distributed in our solar system bodies. Uh, for example, in meteorites and comets, and also the return samples of, from the asteroids. So, therefore, uh, it, we have been um, motivated to study the mechanisms of the creation and selection of life speeding blocks in these outer system bodies. Uh, because we uh, we couldn't uh, we also want to understand why such kind of wild distribution of these building blocks doesn't seems to't lead to the wild distribution of life in our solar system. Therefore, we have uh, we want to understand the relevance between such cosmochemistry and the origin of life on earth and habitable environments. And uh, for targeting this uh, project, we have taken multiple approaches. Uh, basically we got inspiration from the geochemical constraints and to establish some uh, geochemical uh, model. and then we did experiments and try to understand the reaction mechanisms. And finally, in the future we also want to study some uh, natural samples like meteorites and to understand uh, to obtain some kinetic information which can be uh, applied for the physical modeling and we have had many discussions and collaborations uh, within LC and outside of LC with uh, scientists from different disciplines and i think this is very important for us to clarify the key factors which has uh, determined the transition from cosmogeochemistry to biochemistry and uh, you are very welcome for discussion and uh, i'm available at this email address and thank you for your attention マイクはい。はい。あ、これ見えてるでしょうか。はい。ちょっと声が小さいですかね。あ,あ、そうですか。じゃちょっと張り上げます。大きめで。はい。えっ、ー、と、皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、テラサカ、エルシーの API のテラサカです。えっ、ー、と、私たちの研究室は、去年の6月にスタートした新しい研究室になります。えっ、ー、と、メンバーとしては、えっ、ー、と、私と、あと、えっ、ー、と、博士研究員の、えっ、ー、と、田島、えー、博士がおります。 また、えっと、今年の秋には、えっと、ピあの博士課程の、えっと学生が入る予定になっています。私たちの研究室の興味としては、どのようにして、えっと、機能性の分子、または生命が地球上に誕生したか、その進化の過程に興味があります。また、そのような進化のシステムを模倣することによって、現存性世界に、えっと存在するような、自然界の分子の機能を超えるような高機能な、えっと人工の分子を作られるの、作れるのではないかという興味があります。 このような疑問点に答えるために私たちはダイレクテッドエボリューション分子進化という手法に着目していますその分子進化を使って合成生物学そしてバイオテクノロジーの手法を組み合わせることによってさまざまな研究を進めています研究のトピックとしては大きく3つに分かれています1つが人工細胞で特にオルガネラ液液相分離という現象に興味を持っています この液液層分離の機能を使って人工的なオルガネラを作ることを目標にしています。また2つ目は原子タンパク質翻訳系の再現という興味になります。触媒活性を持つような RNA リボザイも人工的に作ることによって原子生命が持っていたようなタンパク質翻訳系の再現を目指しています。また3つ目が人工ウイルス、原子ウイルスの再現研究になります。先ほど説明した実験室内分子進化によって えっと、ウイルスではないタンパク質からウイルスのように RNA を内包するようなタンパク質カプセルの創生に成功しています。この進化の過程を解析することによって、どのようにウイルスが、そしてウイルスと生物が進化してきたのかというのを、えー、再現しようと試みています、えー。研究に興味のある方はぜひこの後、えー、ディスカッション、えー、お願いいたします。以上になります。はい、ありがとうございます。OK、NEXT トニー Great. Hi everyone. Uh, nice to meet you. My name is Tony. I'm uh, I've been at ELSI for about six plus years. And since last year, I became an API and we have a small but growing lab. And so in our lab, we're interested in a few different topics all related to protocells or early cells. For example, what the first cells on Earth were made of, how they assembled, how they functioned, and you know, what types of chemistries could have assembled into these cells. And so some different possible study topics in our lab include, for example, polyester micro droplets, uh, transitions in protocells, different types of coacervates like DNA liquid crystal coacervates. And recently we're starting um, some research into, for example, um, droplet exosome interactions or polyester to depsipeptide evolution and we often study these topics through a mixture of chemistry and biophysics techniques, including synthesis, um, spectroscopy analysis, microscopy, and some types of physical analyses um, like light scattering assays or other types of similar um, processes. And so you can see uh, the, diver the diversity and the different topics that we work on from some of our publications from the last few years. Um, as mentioned, you know, coacervates, membraneless droplets, um, polyesters. And we're also interested in uh, hopefully combining some of these topics as well and also incorporating other relevant topics that we haven't studied before into these droplet type systems. And of course, um, as Many have mentioned we do have collaborations with a lot of different researchers around Japan, Asia, and the rest of the world, uh, including some in India, in Taiwan, the US, uh, France, and Italy, and of course, many different institutes in tai uh, Japan. And so, I'm um, looking forward to discussing with any of you who are interested in the breakout room coming ahead and uh, happy to answer any questions around that time as well. Thank you. Thank you, Tony. Arigato. 最後はリアムなんですが、えっと、ちょっと用事があって、別のアポイントがあって、えっと、前半部分来れないということになったので、リアムいないですよね。えっと、ブレイクアウトルームには来るって言ってたので、後で登場するかと思います。で、ムービーを預かってますので、えっと、そちらをちょっと2分ぐらい見ていただこうかなと思います。あ、ちょっと待って。えっと、これかな。はい。 Hi, I'm Liam Longo, a specially appointed associate professor here at ELSI. In my group, we are interested in the evolution of biological complexity, and we take inspiration from a quote by Darwin From so simple a beginning, endless forms, most beautiful and most wonderful, have been and are being evolved. To uncover these simple origins and their connection to life today, we use a combination of experimental and computational approaches. Here are some selected publications from the last couple years. Because time is short, I will introduce you to two key questions that my lab is working on to give you a sense of the type of research that we do. In the first project, my group tries to understand how ancient geochemistry gave way to modern biochemistry. What I am showing you here is a computational approach that explores the evolution of biochemistry. In this trajectory, the reaction network is being built out step by step as new compounds are being discovered. Approaches like this can help us understand where forgotten or missing biochemical reactions may be hiding. I've been captivated by protein structure since I was a graduate student. In my lab, we try to understand where complex molecular structures, like the one shown here, came from. To our surprise, we found that structures like these may have come from ancient peptides that form tiny droplets when mixed with RNA. This work reveals unexpected transitions in protein evolution. Finally, I'd like to tell you what skills you can learn in the Longo Lab. Content wise, we integrate biophysics, biochemistry, and bioinformatics. In addition, we put a very strong emphasis on effective writing and communication. there projects are several open lab in my はい。ありがとうございます。なんか非常にスマートなムービーが送られてきて、びっくりしましたが。はい。えっと、他に僕が紹介し忘れちゃってる先生方、いらっしゃらないですか大丈夫ですかはい。 ありがとうございます。ということで、えっと、今、この各研究室の紹介終わりました。で、このあと、私の方からですね、入試について、えっと、説明をさせていただきます。えっと、入試ですね、これか。はい。見えるかなはい。 はいえっと、何回かすでに説明がありましたけれども、地球生命コースはですね3つの系、えー、からなっているです、ねまあ、複合、渡、ま、っているです、ね、複合コースですで。1つが理学院地球惑星科学系 EPS、えー、もう1つが、えっと、生命理工学院の生命理工学系の LST、3つ目が物質理工学院の応用科学系 CS。 E からなっている複合コースになります。で、地球生命コースを履修するには、つまり地球生命コースに合格するためにはっていう話をまず最初に説明します。で、えっと、定員はですね、えっと、5名程度になります。えっと、日本、日本、日本のこの、えっと、この入試から、えっと、5名程度ということになります。で、実績ベースでいくと、 1> 第1期生ですね、2022年は、えっと、この、えっと、入試で5名取りました。で、2023年4月スタート分に関しても5名取りましたので、おそらく2024年に関しても5名程度ということになります。で試験日程はもうすでに決まっていまして、7月の14日、もしくは7月の19日になります。でえ どっちの日に、えっと、試験をするか、それから時間に関しては個別に、えっと、連絡させていただきます。で、えっと、選抜の方法としましては、まあ、複数の教員と個別に英語で面接を、えっと、行います。英語での面接ですで。1受験者あたり45分程度を予定しております。でその面談の中で、えっと、学生の思考力、学力、英語力などをとって、 総合的に判断して5名程度、えっと、合格を出そうとしております。で注意点が3つありますで。1つは以下の3つの K から1つ選んで出願してください、えっと。地球生命コースそのものに出願するということではなくて複合コースなので、えっと、あくまでも K から出願することになります。で、えっと、地球惑星科学系。 生命理工学系、応用科学系、ここから1つ選んで、えっとえっと、受験することになりますで。その時に、じゃあどの3つのうちどれ選んだらいいかというのは、受け入れる指導教員によりますとで。例えばこの地球惑星科学系で出願した場合は、えっと、受け入れ指導教員としては、関根さん、えっと、ジョン・ハールンド先生、それから私になります。で生命理工 学系の場合は松浦先生とかここに書いてある通りです。なので、例えば関根先生を指導教員にして応用科学系から出願するとかいうことはできません。なので、どの研究室、どの先生を受け入れ指導教員にするかによって、どの系から出願するかということが決まってきます。 それから、床台の中で併願することはできなくて、必ず一つの形に出すことになりますので、その点も注意ください。で注意点2つ目はです、ね、皆さんが応募書類を提出する、えっときに、死亡理由書というのを書くことになります。でその中に、えっと、地球生命コースを死亡していることを、えっと、明記してください。えー で希望する指導教員名も、えっと、明記してもらいます。例えば私を志望する場合は地球生命コースの、まあ、現代研究室を志望すると明確に書いてください。で、えっと、出願後、えっと、A 日程、B 日程のいずれかを受験する旨の連絡があります。えっと、東高大の大学院の入試はです、ね、A 日程っていうと B 日程というのがありましてで、地球生命コースは A 日程でしか、えっと、合格を出せません。 なので、えっと、理由書の中にですねこの地球生命コースっていうのを書かないと、便、えっとえっと、日程の方に回ってしまう可能性が、えっと、高いです。で、えっと、K で受験するので、地球生命コース以外にですね地球惑星科学コースとかですね生命理工学コースとか応用科学コースの方にもあの受験していただくことになる場合があります。その辺ちょっと複雑なので、後々ちゃんと詳しく説明します。 えっと、詳細はですね、えっと、東工大の大学院の学生募集要項がすでに、えっと、東工大のホームページにアップされてますので、そちらを詳しく読んでおいてください。で注意点3つ目は、ですね、えっと、地球生命コースをあの希望する場合は、えっと、希望する指導教員と前もってコンタクトを取って、ですねよくあの話し合ってえ出願。 あのしてくださいということが3つ目の、えー、と注意点になります。で、えーと、各 K によってですね、3つ、えー、と皆さん出す選択肢があるんですけど、K によって少し、えー、と選考の仕方があの変わってきますちょっと複雑になってて、えーと、大変申し訳ないんですけれども、えー、とちょっと複雑なので、えーと、どの K に出した場合どういう。 あの手順になるかというのを一個ずつあのそれぞれの経の場合について説明させていただきますまず地球惑星科学系に、えっと、出願した場合ど,どうなるかというとです、ねえっと、まずあのそもそも A 日程の受験資格というのを得なくてはいけなくてでそれを得た人はですね、えっと、7月の14日もしくは19日に口述試験英語でのまあ面接というのを行います でその結果、皆さんにはです、ね、2つの可能性が出てきます。1つは地球生命コース履修化、つまり、まあ、A 日程で合格で、えっと。残念ながら不合格する場合もあります。地球生命コース履修不可、不合格ですねで。この場合、A 日程で不合格になります。でその人はどうなるかというと,、えっと、自動的に B 日程の方に移,って、えー、移るあの権利を,を持ちますということです。 でなので、A 日程不合格、もしくはそもそもまあ書類不備とか、えー、と書類審査などでですね、A 日程の受験失格を得られなかった方っていうのは、えー、B 日程を受験していただくことになります。B 日程は、えー、と筆頭試験、えー、と紙と鉛筆で解くですね、ペーパーテストと、えー、と口述指紋、これは日本語での面接になります。えー、とこの2つを受けていただいて、 えっと、皆さんには2つの結果があの可能性が出てきますで。1つはこの B 日程で合格。で、これ合格した場合、どこに合格するかっていうと、地球惑星科学コース履修科地球惑星科学コース合格になります。で、残念ながら B 日程でも不合格っていうのが出ますので、えっと、地球惑星科学コース不合格っていうのが出ます。なので、 えっと、地球生命コースを合格するためには A 日程で合格する必要がありますと。B 日程では地球生命コースの合格は出ません。ただ A 日程で不合格出て,出てもですね、B 日程の方で、えっと、地球惑星科学コースの方を合格することができるという形になりますで。図で説明するとこんな感じになります。地球惑星科学系の場合です。まず地球生命コースを希望すると。 えっと理由書に書いて、そのえっと主担当教員をえっと第一志望で出願して、A 日程の受験資格を得ます。場合によっては A 日程の受験できませんというえっと学生も出てくる場合があります。その人は B 日程に移ることになります。見事 A 日程で受けることができた場合は、45分程度のですね英語でのえっと講述試験をして、 その結果、地球生命コース合格になりますと。で、不合格だった場合は、えっと、B2 点に進んでもらって、えっと、筆記試験と,、えっと日本語での面接をして、えっと、地球惑星科学コース合格、もしくは不合格という形になります。ここまででいいですか。地球惑星科学系はですね、比較的簡単なんですね。で、残りの、えっと、生命理工学系と応用科学系はもうちょっと 複雑になります。えー、っとですね。まずですね、A2 定の受験資格を得ますでそうすると、英語での面接をですね、面談を7月の14日もしくは19日に行う。これはあの地球惑星科学コースと一緒なんですが、生命理工学系の場合はですね、えっと、日本語の口述試験、まあ、面接っていうのが別の日にあって、こちらも受験していただくことになります。で、えー なので、こっちの英語の試験の日程によっては、こちらの日本語の,あの口述試験と前後関係が入れ替わる場合がありますが、えっと、入れ替わったとしても、両方、えっとえっと、を受けてもらうことになります。で生命理工学系の場合は、えっと、その結果、えー、ちょっとまた複雑になってしまうんですけど、3つの可能性があの出てきます。さっきの地球惑星科学系は2つだったんですけど、 生命理工学系は1つはですね、絵日程で合格、で地球生命コースの方で合格、理修化になる場合ですね。多分皆さん、ここを目指すんだと思うんですけれども、これが1つの可能性ですね。でもう1つの可能性は、地球生命コースは理修、えっと、不可なんだけれども、生命理工学コースの方は理修化ですよっていう、えーえっと、結果になる場合もありますと。 この場合は一応 A 日程で合格なんですが、地球生命コースの方は、えー、合格ではありません。で3つ目は、えーと、地球生命コースも生命理工学コースもいずれも、えー、と不合格になった場合です。この場合 A 日程で、まあ、不合格になるので、えー、さっきのやつと一緒ですね、自動的に B 日程の方に進むことになります。B 日程に進んだ場合は、えーと地球あの、地球惑星科学専攻、さっきのやつと、えー、非常に同じででして、 えっと、B 日程で、えっと、ペーパーテストと、えっと、面談、口頭諮問をしてもらうことになります。でその結果、2つの可能性があって、B 日程で合格、まあ、つまり生命理工学コース、えー、履修化、B 日程で不合格、でそれは地球、えっとあ、ごめんなさい、生命理工学コース履修不可になります。非常に複雑で大変申し訳ないんですけども、またちょっと図にするとこんな感じになります。で 英語のです、ね、選考会が、えっと、どっちになるかによって、えっと、日本語での口述試験と順番が入れ替わるので、そこは注意が必要なんですが、例えば英語の試験のほう、あの面接の方が最初に来た場合を図で示しています。まず、あの地球生命構ス希望ということで生命理工学系に出願しますで。当然、第一希望の研究室として、まあ、その 地球生命研究所にいる、えっとえっと、PI の人の名前を書くわけですね。で、そこで A 日程の受験資格を得,ら得ることができれば、その後、えっと、面接2回するんですが、得られなかった場合は、えっと、B 日程の方に移っていただきます。A 日程で受験資格を得た人は、えっと、英語での、えっとえっと、面接、日本語での面接。で、これ順番入れ替わる可能性。 があるんですが2回受けてもらって、でその結果、3つのえっと結果がありますと。地球生命コース離衆化、もしくは、えっと、生命理工学コース離衆化、もしくは両方とも不合格え。この3つの選択肢が皆様に可能性があるということですね。で A 日程で不合格になったしなってしまった人は B 日程の方に移って、B 日程でえっと ペーパーテストですね。ペーパーテストと日本語での面談を行った後、えっと、生命理工学コース、履修化、それともまあ不合格こ、こういう形になります。なので、えっと、生命理工学系でもあの地球生命コース合格するためには A 日程で合格する必要があると。B 日程では、えっと、合格できないという話になってきます。で3つ目、の応用科学系で出した場合、これはです、ねえっと、生命理工学系とほぼ同じです。 ただ、面接の、えっと、日本語での、えっと、面接の日が生命理工学とちょっと違ってですね、違いますと。さっきのやつは確か18だったと思うんですけど、応用科学の方は15になりますということです。なので、えっと、生命理工と一緒でですね、英語と日本語の、えっと、面談を、えっと、両方受けてもらって、で、 えっと、その結果もですね、えっと、さっきのやつと似てて、えっと、地球生命コース合格ってやつですね。で、もう一つが生命、地球生命コースは不合格なんだけど、応用科学コースの方は合格。で、三つ目は両方不合格ですね。で、両方不合格だった場合、B 日程の方に進んで、で B 日程の方で、えっと、ペーパーテストと、えっと、面接をして、えっと、応用科学コース合格と不合格に分かれると。 なので図にすると先ほどの生命理工学と同じで英語での選考会と日本語での講述試験が前後する場合があるのは注意点が必要なんですが両方受けてもらって3つの可能性があって全部落ちちゃった人は B 日程に回ってもらって応用科学コース合格もしくは不合格になります。 こちらもですね、やはり A 日程でのみ、えっと、地球生命コースの合格が出るということに注意してくださいという感じです。えっと、少々複雑なんですけれども、えっと、詳しくはですね、えっと、募集要項の方を確認していただければと思います。はい、入試に関しては以上になります。でここからは、えっと、そうですね、これですか、ね。 はい、質疑応答ですね。今まで話を聞いた中で、えっと、何か質問がありましたら、えっと、できる範囲でお答えしますので、質問がある人は、えっとまあ、挙手とかしてもらえると、大変助かりますが、挙手だったり、あとチャットで、えっと、皆さんにです、ね、質問を共有していただければと思います。いかがでしょうかね。